試合、選手の入場です。ワッピー側、関東エリアゲームチャリオット辰巳店代表デボル。スーピー側、中国四国エリアブリッツ広島店代表武藤。さあ、この2人が準々決勝第1試合戦います。まずお二人にお話聞いてみましょう。まずデボル、ここまで来たこと、まずはおめでとうございます。 ありがとうございます。さあ、これからの戦い、自信はありますか？あります、ね、はい、負けないと。はい、わかりました。そしてさまざまな方が大勢、おー、来ましたね。リクエスト答えてくれてありがとうございます。ここまでおめでとうございます。ありがとうございます。さあ、これからの戦い、自信はありますか？ないけど、いつも勝ってましたから、いつも今回も勝ちますね。すごいですね。さあ、そんな2人による、では握手をまずしてもらいましょう。はい、そして席の方へ。それじゃあ始めてもらいましょうか。じゃあこの、じゃあレディーファイトでいきますね。いいっすかね。じゃあ始めるぜ、レディーファイト。さあ、デボル、武藤、さあ順当に上がってきたといったところでしょうか。この2人、さあステージは無限。さあ開幕ロー、まあ PK をローでスカカゴをしっかり決めていく。さあサイドキック、さあタックルは抜ける。 SDZ の二の舞にはならないといったところでしょうか。さあ左の脚しっかり抜ける。さあお互い見ている。さあここでジョッピングライトがヒットしてしまった。さあここを決めて、さあ奥攻めに遊びがない。さあこれで、おっと消えていたが、フライングヒールを合わせてきた。余裕があるデボル。さあ開幕、右投げがヒットして、さあ左色 PK しっかり確定を決めていく。さあチョッピングライトから、さあこれ出顔のターンが決まらない。チョッピング、さあ中間距離嫌な前。さあこれぶっ放した。さあ踏みつけて、おーっと良かった、熱い。さあこれニースラを刺していった。一本取り返すといったよろしい。1-1。さあ PK、 さあこれチョッピング、ぶっ放していったデボル。大舞台においてこのぶっ放し一つが運命を変える。さあこれルーパン投げ、ゾンボを決めて、何でいけ。さあ坂田タックル、さすがに抜けるか。ここでチョッピングライト、コンボを決めて、リーチをかけたデボル。さあ右投げ、大きい攻めが左の、さあいいダメージになって、あーっと近くでチョッピングが入ってしまった。さあアップがないとデボル、うわー、大きいデビにデュースアッパーがヒットして、勝ったのはデボル。すごい、すごい盛り上がりだ。デボル選手おめでとうございます。皆さん大きな拍手お願いします。準々決勝第2試合、選手の入場です。ワッピー側、中部エリア瀬川リーナ代表ベガオ。
2P 側、近畿エリアユースペースマジカル代表ティッシモン横跳び、さあこの両選手にではお話伺ってみようと思います。さあ今から準々決勝、これに勝てば準決勝です。自信のほど教えてください。あります。あります。勝ちます。ぶっ倒します。わかりました。皆さん拍手お願いします。そして対するティッシモン横跳び選手、相手の方はもうぶっ倒しますと言ってますけども、負ける気がせんす。負ける気がせん。わかりました。その素晴らしい戦い見せてもらいたいと思います。拍手を、あ、握手、拍手、拍手、握手、握手、まず握手、握手したところで拍手。いや、うまくない、うまくない、うまくない。そして席へ。じゃあ始めてもらいましょうか。レディーファイト。さあ、ワンピーのアベガオ、筐体の横に携帯電話を置いたのは何の意味があるのでしょうか。 Get ready for the next round. この謎は対戦中に解けるに違いありません。 Get your cameras ready. さあ、またしても無限ステージ。 Round one. 事故の起こりづらい無限ステージはどちらがどう有利に進むのか。さあティッシモン、コンボを決めて、さあストロー、さあ下段がヒット、追いかけるか届かない、さあスイングアッパー、コンボを決めて踏みつけていくが当然届かない。さあこれ空中ヒットを拾ってコンボをしっかり決めていく、ダンクに行くがフレームが足りない、おっと上に下げていく。さあ空欄角からフレームで攻めていくも、さあこれ真似を置いたシャガーパンが刺され、さあ一本選手したのティッシモン、さあ開幕空欄からしっかりコンボを決めていく、おーっと右に抜けた、なかなかのテクニックを見せるティッシモン、これは厳しい戦いになってきた。メガオ、さあ早くもリーチをかけたティッシモン、ここからの起死回生を期待されるメガオ、あれはしゃがめ、さあ嫌なムーだ、嫌なムーだ、嫌なムーだ、うわー大逆転を使え、硬直に刺さり勝ったのティッシモン。レイヴン、I'll see you in hell。さあ勝利したティッシモン選手に大きな拍手をお願いします。準々決勝第3試合出場選手の入場です。ワンピー側、関東エリアハマボール代表ガト、2P 側、韓国エリア海外枠代表ニン、はい、さあこれからこの2人が戦うことになります。さて先ほどまあ試合前にいろいろ言われてましたけども、聞いていましたか。あ、そうですね、はい、その辺の対策などはできているでしょうか。ちょっとだけねえよバカ。自信のほどはありますか。ちょっとだけ。ちょっとだけ、わかりました。頑張ってください。皆さん拍手お願いします。そしてまずはここまで来たことおめでとうございます。カムサハミタ。さあこれから戦うんですけども、あ、大丈夫です、わかります、ありがとうございますといただきました、はい、これから戦うんですけども、自信はありますか。없습니다。ないんです。
ないです。わかりました。でもとにかくここまで来たんですから頑張ってください。みかさみた、はい、ありがとうございます。皆さん拍手お願いします。それではお席の方へどうぞ。これは熱いぞお前ら、見たかっただろ韓国。あれさあちょっとさあワッピーはガトリンで、岡本ガトリングがここまで登り詰めてきた。さあ対するは Get ready for the next 韓国からの仕掛けにさあ Round one. Fight. ちょっと日本と違いますからね、称号が2005コリアチャンピオン。今のはやばいっすね。さあ入れた、ダメージ上がって、これは圧倒的なのか。さあ兄さん、おお遅い、頑張ってください。さあ壁向きを変えていって、ここからは肩の領域、シュッシュッシュシュッシュッシュ。さあ読み方だ、イエーイ。これはこれは嫌な目だ。早くも日本取ってきたに、この辺はさあ流れを変えたい、流れを一瞬でいいんだ。さあシンガポール入って壁まで届かない、さあ連続ヒット、ダンクからシャガパン、ロー、うわー、さあ壁に助けられた、運も味方しているぞ。流れを掴んでが一本取り返す、ガトリング行けないっす。さあもう壁やりついた、もう強い強い強いぞこの男。勝ったのはニュー、勝利したニー選手に大きな拍手をお願いします。準々決勝第4試合、出場選手の入場です。ワンピー側、関東エリアパソピアード横浜代表ヒデ、はい、デューク双方でデューク式です。そして 2P 側、九州沖縄エリア天神ギーゴ代表シャモケン、さあこれからこの2人戦ってもらいます。話を聞いていきたいと思います。自信ありますか。あ、いいですか、はい。おいお前ら自信はあるか。ないです。ないんですか。わかります。まあ、せめて拍手ください、あげてください、はい、そして自信ありますか。あります。あります。勝てますか。暮らします。わかりました、勝ってください。それでは2人握手をお願いします。そして席の方へ。とりあえず始めてもらいましょうか。レディーまあ、個人的には、ホームも同じですしね、同じチーム、それもね、逆境ナインの最後の一人の選手ですからね、個人的には頑張ってもらいたいところなんですが、さあ壁、ある壁が、さあ開幕、さあとりあえず様子を見ていく方向でしょうか、沖はさ、さあお互いに攻めない、さあこれ先手を打ってきたのはシャモ、さあこれ、ルファノゲ、
さあ中間距離また睨み合いが始まる。おっとここでアイボリーがヒットスタートの右投げ。さあ置き攻め何するの。さあよりが強い首狩り投げは見えない壁が見えていた。思わず抜けそうな堀君だがここからが逆境。さあ歩けない変な角度で決まった。さあ早くも体力半分。これが堀君いつの間にか本当に減っちゃったそう思わせられるのが堀君。さあ届いてない下段を決めて。さあネタが豊富堀君最後のさあ捉えているなんて読みをしているんだ。シャガーパンを決めて一本取り返したオリコン。さあさすがに読まれていたかで一番でかい確定アゲットを決めて壁際さあきついぞこの立ち位置。終わってしまうのか。さあ投げコンボを途中で落としたものだ。空中コンボを拾い直して早く早くもリーチをかけた打者もさあ開幕お返しと言わんばかりの連結スイープ。さあここでヒドラをぶっ放していく。3発目が当たってしまう。さあパスコ右投げは抜けている。さあ面白い体力やらかしてくれるのがコリコン。まだこっからもわからないと思いきやコンボは決めて勝利したのはジャモン。I don't play with amateurs. さあ勝利したシャモケン選手に大きな拍手をお願いします。準決勝第1試合土尾選手の入場です。ワンピーガワ関東エリアゲームチャリオット辰巳店代表レボル。スーピーガワ近畿エリアニュースペースマジカル代表ティッシュモン横跳び。さあこの2人が戦います。そしてこれに勝てば決勝戦です。もう一度同じことを聞きます。自信はありますか。あ、もうここまで来たら誰にも勝ちますよ。誰にでも勝つぞ。そして対するティシモン同じことを聞きます。自信ありますか。負ける要素がありません。来たね来たね。わかりました。決勝戦進出をかけて2人まずは握手をお願いします。はい、そして席の方へ。はい、そのまま実況へ。さあ早くも4人まで減ってしまった。ワンピーデボル、ツーピーティッシュモン。Get ready for the next round. さあ関東対関西最後のカード、このカードが選ばれた。さあやらかしたい。さあティッシュモンに対して安定して攻めていきたい。さあ壁際とんでもないダメージ、大きい攻めが削り切りたい。さあ左キックで KO。 一歩目を転出したのは関東でもね。さあトンピング、これは届いてしまう距離だ。うわー右投げが入ってしまった。早い早い。さあ一矢報いてもらいたい。ティッシュモン、さあ同じようにはいかないか。開幕は使ってしまうか。さあチョッピングロー入れて、さあしっかり横に歩いていく。さあ読みが強い。どうー届いた。おーガードした。さあ面白い。さあ我慢できなかったか、ついに置いてしまったか。一本取り返すのはティッシュモン。PK。 さあここで
ローディーの要素差し切れネタ、さあ右